皆さんこんにちは、三栄建築設計の瀬上です。本日はですね、こちらのお家の方ルームツアーしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらはですね、リゾートホテル風、少しですねホテルの風合いをですね作って、各部屋いろんなことをしてますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まずはですね、外壁の方から見ていきましょう。まず白いところはですね、これ全部漆喰の塗りになってます。汚れるというふうには言いましたけども、非常に塗りの風合いがあってですね、綺麗な外壁になってます。一部ですね石を張ってあります。木化石といって木の化石なんですけども、ナチュラルな雰囲気が出るようにということで、ちょっとリゾート風の色合いを作ってこしらえてます。この木化石は中にも使ってますので、中と外ですね、そういったところのコンビネーションも作ってますので、ぜひご覧になってみてください。こちらのね、玄関ドアは私たちの方で作りました。全部ロートアイアンを使って、ここは革で実は曲げて冷たくならないようにしてあるんですけども、全て同じ木を使って、実は天井もですね同じ木を使って貼ってあります。一体感が出るようなナチュラルな玄関ドアになってます。それでは中入っていきましょう。玄関ホールになります。玄関ホールはですね、正面に鉄の階段があって、この鉄の階段を上がっていくと2階に出るようになってます。さっきもね、外壁で使ってたかと思うんですけども、木化石これを使って同じようなコンビネーションにしてますね。非常に風合いがあっていいと思います。ぜひ中の方のリビングがありますので、ご覧になってください。それでは中行きましょう。こちらがですね、リビングになってます。これあのテレビっぽいですけども、これテレビじゃなくてですね、これあの暖炉になってます。アルコール暖炉と言いまして、一酸化炭素ができにくい暖炉になってます。非常に素敵ですね。で、こちらも全部棚板はですね、これ実は鉄の錆でこしらえてるんですけども、薄いですよね。スタイリッシュな感じになってます。こちらも全部鉄ですね。ここは鉄でこしらえてます。漆喰もね、ここ塗ってありますけども、ちょっとランダムに表情が出てると思います。これがリビングのデザインですね。で、先ほどね見ていただいた外壁からの流れですけども、こちらがさっきの木化石があって、その木化石がこちらにもずっとガラスを挟んでこうつながって見えるようになってます。広々としたですね、家作りの表情が出てると思います。外壁と内壁を同じ材料でつなげるなんていうのは結構やるテクニックですので、ご参考になってみてください。リビングからですね、こちらダイニングキッチンになります。こちらダイニングの方に大きな窓と、こちらがキッチンになりますけども、キッチンの上がですね、少しこう天井を下げてあります。これは換気扇がですね、あんまりこう上の方が長くなっちゃうとかっこ悪いので、折り返しをしてですね、キッチンを少し天井を下げてます。キッチンの高さというのは実は2メーター40センチから2メーター50センチぐらい、この高さが非常にいい高さと言われてますので、あんまり高くキッチンしちゃうとですね、換気扇がツンツルテンになっちゃうというか、そういう形になりますので、その辺は気をつけて作っております。で、キッチンのこれ全て造作キッチンになります。木の種類はウォールナットを使って全てこうデザインしてあります。使い方をね、どういう風にしていくかというのは別々なんですけども、全てこれも造作で作ってあるキッチンになります。気になる、まあ、キッチン周りの小物のご説明なんですけども、このキッチンはですね、全部ステンレスで作ってあります。折り返しもですね、全てこう手でですね折っていただいているので、一切パッキンがこれありません。そういったところが汚れないようにもなっているというのが一つと、あとこのグローエというドイツのメーカーの水栓金具なんですけども、グースネックになってまして、これがこう外せてこう隅々まで洗えるとか、あと大きなパスタ鍋がこうグッと入るとか、そういったところの便利なものです。通常ですとこうこの部分を蛇口の中から引きずり出してくるんですけど、この場合はバネになっていて、もう外に出ている、非常にデザイン性と実用性を兼ね備えた水栓金具です。で、ここでちょっとこうボタンがあるんですけど、シャワーになったり普通の塗装になったりというふうに切り替えもできます。まあ、かなり高級なキッチンですけども、やろうと思えばここまでいけますので、どこまでお金を使ってやるかというのは注文住宅の醍醐味ですので、そういったところは工夫してみてください。それではお2階の方行きたいと思います。今ちょっと見えてるところですね、ガラスの部屋なんですけども、あそこはあの今打ち合わせで使っているブースになります。本来であればお子様のお部屋だとかですね、そういったお部屋に使うところなんですが、展示場ですから、あの打ち合わせをしていただいているようなお部屋になります。じゃあお2階の方行きましょう。お2階にやってまいりました。ここはですね、ブリッジになってます。ブリッジにすることによって下に光を取り入れるようにして設計してます。上がですね、トップライトがあって、そのトップライトからやはりこの吹き抜けを返して、下のホールの方に光が入るようにデザインしてます。ちょっとですね、ここ変わった仕掛けがしてまして、隠し部屋になります。これをですね、ちょっと押すとですね、こうスーッと
開いて中に書斎が入っております。ここが書斎になります。ここですね、まあ、男の隠し部屋なんて私たち呼んでるんですけど、ここでテレワークしたりですね、まあ、ちょっとこもってここで書き落としたりとかっていうことができるようにしてあります。夢を叶えてみたらこんな感じになりますよと、ぜひこんなのもご参考にしていただければと思います。この壁はですね、全部ココナッツの繊維をですね使ったタイルです。ちょっとナチュラルな、ね、雰囲気になりますので、こういったものも貼っても、面白いかと思います。こちら寝室になってます。ここはですね、非常にホテルライクな空間になってます。寝室だけではなくてですね、他にもいろいろ工夫がありますので、ぜひ見てください。まず寝室ですね、結構大きな寝室で、こちらがヘッドレストになるんですけども、これ造作で作ったヘッドレストになります。ここに間接照明を入れてですね、全部ニッチ風にしてあります。でタイルを貼ってここに物が置けるようなデザインになってます。でこちらからですね、こっちウォークインクローゼットになってます。まあ、中入っていただくとですね、かなり大きなウォークインクローゼットになってますので、ぜひ見てみてください。まあ、こんな形でですね、こちらとこちら、大きなウォークインクローゼットになってます。寝室からですね、つながる空間として、こちらがワークスペースというかですね、化粧台と、それと、こちらに洗面、お風呂があります。ここはですね、ご夫婦だけの空間エリアになりますので、専用の洗面とバスルームになります。こちらがワークスペースですね。こちらが洗面になります。お二人でできるように2ボールの洗面になってます。で、専用の、実はこちらに来ると、はい、お風呂があります。で、外はですね、ビオトープになっていて、水が少し流れているような、リゾート感覚を味わえるようなお風呂になってます。かなりやり込んでますので、まあ、本当リゾート、ホテルに1日いてもですね、過ごせるような、そういった雰囲気を作っております。3階はですね、どちらかというと本当にリゾートのホテルのような作りをしてます。バスルーム水回りになりますので、ぜひご覧になってみてください。どうぞ。こちらがですね、バスルームになります。こんなに大きいバスルームなかなかないと思うんですけども、外のウッドデッキとつながってですね、空がこう見えるようになってます。空をめでながらかなり開放的なお風呂ですね、こちらで味わえるようになってます。なかなかここまでやる人っていうのはね、ほとんどいないとは思うんですけども、私たちの展示場でですね、まあ、考えられるこういうことがあったらいいんじゃないかな、これが向こうが海だったら最高だな、なんていうふうなことを言いながら作ったバスルームになります。皆さんでご家族で入っていただくもよし、一人で入って外でビールを飲みながらくつろぐもよしと、ホテルに行かなくても自分の自宅がホテルような作り方になってますので、家でゆったりと過ごせるというふうなデザインを作っております。ジャグジーね、このジャグジーだけであればですね、だいたい200万ぐらいで買えます。まあ、当然全部作ったらそれなりの金額にはなるんですけども、思いのほかそこまで高くないよっていう人も中にはいるんですけども、実はそれぐらいの値段で買えますので、大小ありますから、もう少しお安いのもありますので、蛇口やりたいななんていう人はぜひ注文住宅の時があればね、できますから、ご検討もしていただければと思います。実はですね、これシャワーここにありますけども、これはあのこうハンドシャワーですけどもね、ハンドシャワーだけではなくて、このでっかいこの丸、これ実は上から滝のように出てくるレインシャワーです。こんなのも実は売ってますので、滝のように浴びたいなんていう人はこんなのもありますので、ぜひご検討してみたらいかがでしょうか。外はですね、かなり大きなバルコニー、ルーフバルコニーになってます。東京なのでですね、まあ、どちらかというと空だけが見えるような形になってますけども、ここがベンチになってますので、このベンチでこうくつろいでですね、まあ、ビール飲みながら汗をですね整えるなんていうこともできます。こんな素敵なね、アウトサイドのね空間があってもいいかと思いますので、非常に想像力を働かせてですね、家作りしていただくとよろしいかと思います。これは造作の洗面化粧台ですね。結構大きい洗面化粧台、かなり高級なんですけども、一つの木自体はこの10センチぐらいの大きさのものを何枚もこう貼り合わせて作って、1個の大きい木に見せかけてます。ですからそこまでね、ものすごい高くわけではないんですけども、かなり作り込んでありますので、ちょっとお値段は高いです。でこの上にですね、ちょっとこう R がかっている、これ間接照明なんですけども、遊び心を入れてですね、R にしてあります。上に間接照明で、下にダウンライトで、こちらのダウンライトだけはこう首を振るダウンライトになっているので、顔を照らしてね、こう光を調整できるようなダウンライトを入れたりしております。いかがでしたでしょうか。かなりね、作り込んだ展示場です。注文住宅であればですね、ここまでやろうと思えばやれます。全部でこのままやるとですね、だいたい9600万ぐらいかかりますので、まあかなり高級な展示場です。すべてね、真似をするということではなくて、ぜひ展示場来ていただいたときは部分部分で結構です。あ、この素材いいなと、あ、こんな作り方あるんだなとか、一つ一つをですね、チョイスしていただいて真似していただくと非常にいい参考になると思いますので、
ぜひ皆さんもそういう形でですね、展示場ぜひ来場いただければと思います。展示場の作りの中でですね、皆さん結構参考にしていただくのはこのキッチンのですね、天井の作り方、非常に参考になると思います。換気扇ってですね、あんまり上の方に上がってはダメですし、ここの煙突の部分が長くなりすぎると格好悪いですし、まあ、そういった意味で天井の高い空間の中でいかにこう天井を下げられるのか、それはデザインの見せ所になりますから、ちょっと折り下げ天井というのかな、下げて天井を作り、その上に間接照明を使って、で床材と同じ銅材で仕上げていることによって一体感が出るというような作り方をしています。これ非常に参考になると思いますので、ぜひキッチンの参考にしていただければと思います。この動画の方がですね、よろしければチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またこういうようなことを知りたいななんていうことがあればですね、ぜひコメント欄の方にもコメントいただければと思います。今日はありがとうございました。